ちゃうまい。すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、世にも珍しいつけないつけ麺があるらしいということで、こちらのお店です。どん JR 国分寺駅から徒歩3分くらいのところにあります麺食堂くにおさんにお邪魔してます。こちらくにおさんは2021年オープンのお店で、以前訪問しました新お茶の水の雪富士というお店が大きく場所を変えて国分寺に移転オープンしたのがこの麺食堂くにおさんらしいんですよね。そしてこの麺食堂くにおさんのつけ麺がネット上ではね、なんかつけないつけ麺として知られてるらしくて、つけないつけ麺って言ったらもうそれってもはやなんかラーメンなんじゃねとか、なんかいろいろね、どんなものなのか本当想像つかなくて、果たしてねどんなつけ麺が出てくるのか、早速進みに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけでね、本日はですね夜の国分寺ですね。国分寺もなんか久しぶりに来たな。あんまり最近来る機会なかったんですけど、久しぶりに降り立ちました。そんなわけでね、最近も、たくさん動画にコメントをいただきまして、なんかこの米編のコーナーやり始めたからね、結構コメントが増えてくれて、非常に私すするとしてもね嬉しい思いなんですが、本日もねコメントをちょっと返していきたいなと思います。千葉県鎌ケ谷市馬込沢のつけ麺目黒屋をぜひお願いします。目黒屋さんちょっとね気になってますね。すげえ行ってみたい。うん、あんまり僕ねつけ麺でも熱盛りってやらないんですけど、なんか季節限定のね釜揚げつけ麺みたいなのがあるし、それの丼丸がすごく良くて、ちょっとねこの釜揚げつけ麺気になるなといったところですね。うん、そして東中上メダカタンタン、ぜひ再度訪問してください。メダカタンタンさんね、もうめちゃくちゃ前ですよ。行ったのもうほんと下手したら 5,6 年前とか。前行った時コンマ2000竹中さんと、ね、一緒に行ったんで、メダカタンタンさんはねもう東京の西側で、ね、非常に有名なお店で、ちょっとまたすすりに行きたいなってのはめっちゃありますね。うん、そしてねもう本当にラーメンショップ二つ橋店お願いします。ネギチャーシュー麺、チャーシューの分厚さマジ上履きくらいある。上履きぐらいでかいチャーシューがあるの。上履きのそのかかとの部分とかじゃなくても上履きぐらいでかいというか厚いチャーシューってことですからね。このチャーシューはちょっと厚み気になるので、ちょっと進みに行きたいです。二つ橋店、なんか神奈川の方だと、ね、結構有名なラーションなんで、ね、行ってみたいですね。そして田無にある濃厚豚骨ラーメンクレハ、ぜひ行ってほしいです。天下一品のようなドロドロ濃厚スープで豚骨の旨味に溢れてる。いいですね。この田無エリアがね意外となんか意外と行けてないんだよな。結構なんか田無のお店ってなんか断られるイメージがあってあんまり行けてないんですけど、ちょっとクレハさんね結構昔からコメントもたくさんいただいてるんで、ちょっとぜひ進みに行きたいお店です。そして新宿線小川町駅近くのつけ麺金龍さん、すごく美味しいです。とろ肉つけ麺魚豚さんのすぐ裏です。金龍さん行ってますね。実は今結構行列してるみたいですね。やっぱ、うん、この金龍さんとかねこの系列のお店ってねすごくなんか行列が作るのがうまいというか、なんか美味しそうなね見た目のラーメンをすごい作ってくれる印象があるんで、また行きたいですね。ぜひ。そしてね北大塚ラーメン行ってほしい。ここもなかなかねちょっと長年の宿題店というか、一回ねお店行ってちょっと断られてしまったことがあって、 YouTube とか見るとねちょいちょいなんか動画上がってる時があるんで、北大塚ラーメンをちょっともう一回すすりというかチャレンジしに行きたいですね。うん、チャーシューがねすごくいい感じに切られた辛いラーメンがね結構人気のお店なんですよ。北大塚ラーメンもだいぶ気になってますので、ずっと行きたいお店ですね。うん、駒沢大学駅家系ラーメン岡本、店員さんにニンニク醤油くださいと伝えてドバドバかけてすすってください。麺は堺製麺、かれこれ1年くらいコメントしてるんで必ず行ってください。そうですね、岡本さんも行きたいな。行きたい店ばっかりだな本当。俺行きたいしか言ってないじゃんマジで。全然行ってないじゃん本当に。よくないねそういうの。まあ、家系ラーメンに、ね、おろしのニンニクとか入れてすするのはよくあるんですけど、ニンニク醤油が置いてるってのは結構珍しいかも。最近その王道屋系列とかってのニンニクの醤油漬けとかね、生姜の酸っぱいやつとかあったりするんですけど、濃厚なスープとねニンニク醤油はすごく相性が良さそうで気になりますね。そしてね先日の動画でおはいもんって挨拶したんで、結構気づいてくれた方がいらっしゃいまして、これ僕がすごく好きなねパチスロライターの沖ひかるさんっていう方の挨拶ちょっとオマージュさせていただいたんですけども、最近ねウイチとひかるの面白いテレビっていう昔すごく流行ってた番組がねなんか再配信みたいなのされててめっちゃ見てますけど、すっげー面白いですね。やっぱ沖ひかるさんでもすごく好きで、もう本当ただならぬ影響を受けていると言っても過言ではないので、パチンコパチスロ好きって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひウイチとひかるの面白いテレビ見てみてください。めっちゃ面白いです。ラーメン、ポケモン、麻雀に加えて競馬もよろしくお願いします。秋は G1 祭りですよということで、いや実はね競馬もちょこちょこやってるんですけど、ね、全然当たんないですね本当に。でもやっぱ負けますよね本当。障害収支マイナス2億円くんにはちょっとかなわないですけども、まあまあ負けてますよやっぱり。結構今年も結構やられてます本当。競馬には勝ちたい。そしてねこんな嬉しいコメントも来てまして、すするくんラジオ聞きました、ぶっといパイプができましたね、ありがとうございます。麺をすする音をサンプリングして音楽界デビューですかということで、前日秋元康さんの、ね、ラジオにちょっと一緒にラーメンをすするに行くっていう、まあ、ラジオには全く合わないロケをねちょっとさせてもらったんですけど、秋元さんも僕がおすすめしたラーメンをねすごく美味しそうに食べてくださって非常に嬉しかったですね。秋元さんにね曲とか書いてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね、久しぶりにすするバンド始動するかなんつって、多分ね来週もまた放送があると思いますんで、ぜひぜひ秋元康さんとのラジオもお聞きいただけると幸いです。そしてこんなコメントも来てました。行く行けというわけでお店の目の前に到着しましたんで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。麺食堂くにおさん、ショーケースです。今回はワンタンつけ麺の大盛りをプッシュしました。店主さんにご挨拶をすると、以前雪富士に訪問したことを覚えていてくださって、懐かしい話をさせていただいたり、すするが学生時代に根岸でアルバイトをしていたことも知っていてくれ、店主さんの飲食業界のスタートも根岸だったことを伺いました。
意外な共通点で少し嬉しくなりながら厨房の方を見てみると、麺を茹でたら水で締め、さらに氷も投入してキンキンに二度締めされている。これはすする好みの腰がすんごい一杯がすすれそうだぞという期待とともに、つけないつけ麺とは一体なんぞやと高まる好奇心に胸を躍らせていると、やってきました。こちらが麺食堂くにおさんのワンタンつけ麺の大盛りです。うらほーい、油の照りを感じる中細麺の上にはしらすと貝割れ、チャーシューにメンマというシンプルなトッピングながら、どの具材もとってもうまそう。つけ汁には存在感抜群なワンタンがアピールしてくるかのように浮いており、食欲も限界。つけずに麺としらすで一口どうぞ。最初はつけずにこのまま混ぜて、はい、いただきます。まずは店主さんに教えていただいた通り、しらすを麺に絡めてそのまますすってみると、まずはつけずにすすると、めっちゃうまい。冷たく締められているのでズバッと勢いよくすすってみれば、節の風味としらすの風味が口内にゴンバーンと広がり、うまい。キンキンに二度締めされた麺の食感もコシがあるを超えて、もはやパキパキレベルで、麺だけでなく丼まで冷やされている徹底ぶりには思わず感服。節の風味は店主さんに伺ったところ、サバ節とのことで、サバサバした人間にこそこんなうまい麺をすする人生を送ってほしいな、だって人間だものという詩が頭をよぎる。つけなくても十分にうまい麺ですが、この辺りでつけ汁にくぐらせてすすってみましょう。つけたらね、どうなるのか全く見当もつかないけど、パキパキに冷たく締められた麺が温かいつけ汁をくぐることによって、滑らかかつ程よい茹で加減へと食感が変化し、すすり心地が大きく変化。これは味変ならぬ食感変があるとも言えるすんごい感覚。つけ汁からも牛などの魚介がふんわりと柔らかく、かつダイナミックに効かされていて、うまさは青天井。麺だけでも感じられたしらすの風味も楽しみながらズバズバすすっていくうちに、いろんな人間がいます。インド人はカレーを食べます、トルコ人はケバブを食べます、日本人はラーメンを食べます、すするは毎日ラーメンをすすります、これからもすすります、だってすするだものと言えるほどにすする好みな味わいです。さあお次に箸を伸ばしたのはワンタン。ワンタンもめちゃくちゃ美味しそう。めっちゃうまい。予想はしていましたが、このワンタンもかなりの高クオリティ。滑らかな皮でチュルンと口に含み、そのスムースな舌触りを楽しんだ後に噛んでみると、口の中いっぱいにエビの風味が広がり、さらに所々にシャリシャリとした食感も感じられる。生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウムと言ってしまうくらいには、口内で宇宙のように果てしない食感の変化を満喫することができ、そこには何の嫌味もなく、ただただうまいからうまいが次から次へと押し寄せてきます。寄せては返すうまいの波はまだ終わる気配もなく、次にいただくのは大判の肩ロースチャーシュー。まるですき焼肉かと思うくらいサシの入ったもので、贅沢なものは贅沢に一口で食らってみれば、1枚ずつスライサーで丁寧に切られただけあって、非常にシルキーな歯触り。漬け汁もまとってこれまた極上。チャーシューまでうまくてマジ人間でよかった。その後も麺をすする手が休まることはなく、途中でもう一度オンリー麺すすりを挟んだりして、しらすの風味や貝割れの食感を楽しみつつ、一口目の感動を思い出しながらズバズバすすっていけば、気づけば麺はなくなりスープ割り。出汁が提供され、セルフで割るスタイルで、まずは出汁のみで飲んでみると、これもまた和風味の最後まで安心感を味わうことができる最高な締めに。ラストは漬け汁と合わせて飲んでみれば、旨味が増して最後まで温高く大満足で完食です。大変美味しくすすれました。これは隠れた名店を見つけてしまったという嬉しい気持ちになる最高の一杯でした。それではコースレイ。
はい、ごちそうさまでした。というわけで麺食堂くにおさん行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。はい、もう個人的にはやっぱそのつけないつけ麺っていうのがどんなものなのかっていうところが気になって、ある意味こうなんか情報を食べに行ってたところがあったんですけども、反省しますね。これめっちゃ僕好きな味でした。本当にあの麺の方にはね、最後にちょっと店主さんの方から聞いたんですけど、サバ節を効かせたタレを絡めてるとのことで、本当あのね、麺の丼がめちゃくちゃ美味しくて、やっぱその節系の旨味がねすごく僕は好きなので、一口すすった瞬間にね、こう鼻を抜けるこうなんか魚介の香りとかがねすごく好みで、麺も浅草貝からの麺箱がねドドンと飾ってあったんですけど、全粒粉が練り込まれた中細麺でツルツルっとすすれる非常に喉越しの良い麺で、かつ提供前にもう水で締めた上にさらにね氷水でもう一段階締めてたんで、そのまますすって食べるとあのパキパキの食感が味わえるんですけど、つけ汁にくぐらせてちょっとあったかくなるとまたこうツルッと喉越しが良くなって、すすっていくうちに食感の変化があったのがすごく良かったですね。つけ汁もね和風だしが効きつつ もね醤油もバシッと決まってて、麺もねまあ元々味がついてるんですけど、つけ汁が乗るともうさらに旨味がブースト、そして中細麺で、ね、すごくすすりやすい麺なので、気づいたら麺なくなっちゃってたみたいな感じで、あっという間に完食しちゃいましたね。本当に今回そのつけないつけ麺ということでして、麺をね大盛りにしてたんですけど、麺大盛りにして本当に正解だったなと思いますね。あとワンタンも美味しかったな。あの皮のチュルン感、そして噛むとね結構あのエビの風味がバツッと弾けるんですけど、なんかね食感でこうちょっとシャリシャリした感じの、これレンコンとかあれちょっと聞き忘れた、マジで店員さんに聞けばよかったな。あれ何が入ってる、多分レンコンっぽい感じの 何かがね、あのあんの中に入ってて、それがそのジューシーなワンタンの中にまたこうシャリッとしたですね、あの小気味良い食感をもたらしてくれて、すごく良かったです。あのワンタンも美味しかった。今もこうなんか息を吸うとあのこう和風だしの香りが抜けていくような感じで、ね、いや非常になんか食べた後の余韻まで楽しめるっていう。最初なんかねつけないつけ麺どんなのかなって思ったんですけど、いやめっちゃ僕は好きでしたね。あれは美味しかったです本当に、うん、夜営業の、ね、開始ぐらいの時間に行ったんですけど、ま、行列まではいかなくても店内常にね 7,8 割ぐらい埋まってたんで、まだね地元の方にしか知られてないような隠れ名店なんじゃないかということで、いやめっちゃいいお店でしたね本当。やっぱ中細麺なんで、ま、つけ麺とは出てくるのもめっちゃ早いし、あのつけないつけ麺は、ね、なかなか新しくてさらに美味しくて本当良かったですね。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺食堂くにおさん、つけないつけ麺熱血後輩や、あの麺の丼めっちゃうまかったっすね。